かの、獣神祭で、星5が出るまでやめれません。いやーついに獣神祭でもやっちゃいますか。やっちゃいますやっちゃいます。今までの100連の方が良かったんじゃねえか。いやいやマリサくん、今回やるやめれませんはいつもとは違うんだよ。いつもとは違う？どう違うんだ？霊夢ちゃん言ってあげて。なんと今回やるやめれませんは、獣神祭が開催される3日間連続で、やめれませんをやるんだよ。何？ 3 日間連続でやるのか。うん、いつもは初日しか引かないけど、今回は3日間引いていくよ。とんでもねえ企画だぜ。それでは獣神祭やめれません第1弾、やっていきましょう。今回も星5が出た時点で終わりだぜ。なるべくダッキが当たって終わりたいよね。本当はダッキちゃんが出るまでやめれませんをやりたいのですが、それだとかなり厳しい戦いになりそうなので、断念しました。そうだな、確実に石が足りなくなるだろうしな。それじゃあ引いていこう。そういえば関係ないけど、スサノオとワールドの獣神化が発表されたね。先日ワールドさんを引いたばかりで、スサノオさんも前の獣神祭で当てたので二人とも獣神化させたいです。獣神化されればいいななんて、軽く思ってたら本当にされてびっくりだぜ。一回目はビューロッテが出たよ。滑り出しとしてはいい方じゃねえか。そうだね、この調子でどんどん引いていこう。獣神祭結構引いてるけど、未だにダッキが当たらないのが不思議だよ。なんでかなぁ、私の何がいけないの。ねえ、ダッキちゃん教えてよ、直すから。別れを切り出された人みたいになってんぞ。果たしてウプ主のその気持ちは届いたのか。まあそんな気を落とすなって。そうだよ、直江かねつぐだって可愛いじゃん。確かに可愛いね。にしても切り替え早いよ。前回の進化神化祭りでは進化のサタンが出たんだよね。そうだな、その前のジュエルズではワールドとフィリップが出たし今のところやめれませんはいい調子だぜ。今回のやめれませんも10回以内に星5を当てたいよね。3回目は天海祐希奈ちゃんが出たよ。よし、4回目引いていくぜ。私ね、最近思うことがあるんだけど。なんだ、珍しく深刻そうだな。このやめれませんで出る星5キャラって、結構斜め上なキャラが多い気がするんだ。確かにベルゼブブとかね。実名出すな実名。4回目も星4の一室だったよ。私はこのやめれませんで王道の汎用キャラを当てたいんだよ。もしくはダッキちゃんを。ダッキは完全に個人的な好みだろ。超絶の最適性キャラが当たればいいんだよ。そうだよな、それならソロで周回もきつくないぜ。一段で超絶アップしているアリスなんか汎用性あるし、超絶にも連れていけるしいいんじゃねえか。うん、アリスいいよね。ぜひとも一体は持っていたいよ。さっきの確定来ると思ったら星3だったよ。まだまだ引けるからどんどん引いていこうぜ。次こそ確定来るよ。確定しか来ないよ。確定がなんだって。マリサ、ウプ主は星4が確定するってことを言いたかったんだよ。そうそう、星4が確定するってことだよ。ああ、そうか。って、なるかー。7回目行きます。次こそ出るといいね。そうだな、次こそ星5だな。ダッキちゃんお願いします。ダッキちゃんダッキちゃん。ああ、この人はあれだ。ダッキちゃんの親戚のお姉さんの友達の友達だ。そんな話聞いたこともねえよ。ダッキの親戚のお姉さんの友達の友達って結構惜しいよね。惜しくねえし騙されてやがる。次こそはダッキちゃん本人をここに召喚しよう。できればな。8回目結果はどうか。終了。白雪姫リボンが出たぜ。ウプ主、ちなみに何体目？4体目です。どんだけ当たってんだよ。ということで今回は8回目で星5が当たりました。明日は何回で当たるか楽しみだぜ。皆さんお楽しみに。最後までご視聴していただきありがとうございます。チャンネル登録はお済みですか？ PC でご覧の方は上の登録ボタンを、スマートフォン、タブレットでご覧の方は右の画像に出ているように登録ボタンを押してください。この機会にぜひともよろしくお願いします。